体が凝っております。でもめっちゃ楽しかった。今日ねすごかったの。今日フェリーに乗ったのね、移動の手段に。でフェリー乗っとって制服着とる検査っていうの、なんかアイドルかなって多分分かってくださるじゃないですか。普通の人じゃないなみたいな普通の服じゃないなってなると思うんですけど、私のお父さんの職場の人がそのフェリーに乗っとったらしくて、であの娘が STU っていうのをね知ってるんですよ、その職場の人は。で私の写真を撮って、で私のお父さんになんか STU っぽい人がおったけど分かるみたいなお父さんに送っとってでそれ私だったんですよ。最近私は人づてに自分の写真が回ってきました自分の今日の写真がそう何人か挟んで自分の元に帰ってきた。びっくりしました。ね、偶然すごいですよね。そう。びっくりしました。TikTok でサラ先輩で出てたらいいなって言ったら本当に今日出た。そう、出す予定だったの。もっともっとそうサラピとの結構前に撮ってて、チャートリ公演の時いつ出そうって思いつつ、私新しいストックができるたんびに載せたくなるからなかなか出せてなくって、サラピとの今日ついに出しました。皆さん見ましたか？サラピと好きすぎる、なんだっけ、チュッチュッチュッみたいなやつ。でね、気まぐれでコメントも返してるので、よかったらコメントもしてください。20時更新いいかも。え、なんかさ、それめっちゃ悩んだよね。なんか昨日から20時更新にしたんですよ。で昨日今日と20時更新にして、なんかその時間がめっちゃ関係あるんか、動画のなんかあれ的なのかわかんないけど、9時に更新した時の方が割と伸びてたんですよ。そうじゃけなんか8時の方がいいんじゃないかって思ったけど、9時の方がいいんじゃないかとも思ってきてどっちがいい、もう瞑想って感じ。でもちょっと戻そうかなってちょっと思ってきたりしたそう本当ねえ、TikTok むずむず。
んか毎日投稿してる感じの TikToker さんが19時とか19時半とかにだいたい出してるっていう方を多く見つけて、だからちょっと早い方がいいかなと思って早くしたんやけど、むずい。とりあえずよくわかんないけど、そうですね、いろいろ試してみようかなと思います。 TikTok のリツイート機能って効果ある？なんかわからんけどね、効果あるらしいよ。こんばんは。メントスコーラやらないの。唐突なメントスコーラやらないの。メントスコーラ私一回だけやったことあるかも。え、なんかわかんない、記憶が曖昧。小学校か中学校の時に友達の家の前で道路で一回やったことある。懐かしい。泥団子。もっと懐かしいの来た。泥団子はもちろん作ってましたよ。作ってましたし、あの小学校の時は体育館の裏にあの作って置いてました。なんか砂じゃないや、泥団子をめっちゃ綺麗に、そうめっちゃ綺麗にするっていうのが流行っとって女子の中で。でそれって1回じゃなんないんですよ。じゃけ何日もかけて。そう作るんです。懐かしい。どうやっとったかちょっと忘れた。だってもう泥団子最後に作ったの10年は前。10年は前じゃし、多分小23じゃない、最後に作ったの小2か3、下手したら小2か3か。めっちゃ前だ。
ね、泥団子選手権イモスで過去一地味な絵になりそうやけど、うん、確かにね、去年作ったなとか言われてもびっくりだよね。そうだね、いつまでも子供心を忘れず。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ランキングを読みます。20位と、あーちょうど変わった。20位生ハゲ、39位パニーさん、18位キョンシーさん、17位チホの瞳はダイヤモンドさん、16位のりふみさん、15位アツさん、14位宮川和幸さん、13位つりけんさん、12位演歌家さん、11位ひろろんさん、10位コーダマンさん、9位ヒットさん、8位癒し系さん、7位グリオティーヌさん、ラッキーセブン。6位今日も明日も明後日もずっと大好きだよコーラさん、5位ケイセキさん、4位辻田祖さん、3位ナルドさん、スリースリー。2位ユリアピースさん、ツーツー。そしてそして第1位はルル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 ヒュン、ヨイチさん、イエーイイエイエイエイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イエイ、ありがとう。ありがとうございます。配信ありがとう。こちらこそありがとうございます。皆さん今日は来てくださってありがとうございました。あ、明日バレンタインですよ皆さん。そういえばチョコ食べてくださいね。スクショタイム、チョコレート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 、アメージ、チュ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 。皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。